おお、サンタロウ、そろそろ金髪にしようかと悩んでるんやけどな。ラオウを意識して。ベッカムとかじゃねえのかよ。なんせ今年の収支すでに100万超えでスター確定。最近のスーパースターは金髪が定番やからの。まぐれがちなのについに調子に乗っちゃいましたね。乗ってへん。ピコ。そやから3月はまずこの確定からしっかり申告や。職業は？スロプロです。ほんまでっか？確定です。屋号は？いてまえスロッターマンマイくんです。思いっきし調子に乗ってるやん。この先もスロで食えるとこの野郎。実際は職業漫画家、野号がサマンサ三吉で、大阪いてまえスロッターまんまいくんはあくまでも漫画のタイトルです。あー、俺って立派な社会人。は？スロで稼いだ金にも所得税がかかるって言われて、結局普通に漫画家で申告しただけやん。高卒パンチ。バキ。なんすかー。立身弁ってどんなやねん。どんなやねんって、そんな漢字の変も知らないんすか。そや、そやからこそスロか漫画で一生懸命生きるだけで俺ら立派やねん。して、今月のスロは食える A タイプ探してスタートや。猛獣王やらの爆裂機で十二分に勝てているのに、なんで A タイプなんすか。 A タイプをも手中に収めてこそスーパースター。スーパースターに資格なしや。まあ、確かに A タイプを模索しといた方がいいっすね。なんせ先月8勝9敗と負け越してのプラ46万すもんね。言うなよそれを。とにかく新旧問わず探していくで。おらー。あの、金閣寺は B タイプなんすけど。金閣寺没&マイナス1万1000円したらと、3月7日イベントでネオプラ狙ってみる。もうビッビッグ5回で痛恨のリプレイ外し、成功0回で貞子泣き。自分を恨んでくださいよ、自分を。ネオプラリプレイ外しの関門越えられず没プラス3000。次に3月15日地元 N 店で、設定変更後は必ずモーニングモードになるアウトローの前代設定後のイベントに参加。開店です。わーわーわー。どーで、アウトロー客3人やん。並んでたのはゴッドの朝一狙いの常連だったっす。だいたい A タイプっつっても波荒いモード式だし人気ないっす。けどモーニングを無視されるアウトロって手薄で美味しいんちゃうん。逆に言えばそうかもです。したらやっぱこいつが意外に俺的ヒット。ちなみにこの日はモーニングから1000円キックで天国突入、ビッグオンリー10連チャンとかで5000枚プラ5万500なり。つーか、あんた犬のボーナス絵柄しか目押しできねえの。銀七の一角とかも狙いましょうよ。天国モードでは約 94% がビッグです。クッショ 75% の匠、これで十分平均400枚超え。ターン。まあ犬さえ見えりゃ 75% でリプレイ外せますんでいいんすけどね。ちなみにこの台 ST 機で地獄あんのに天井ないんで恐れられてるっす。そうか。最悪設定1の地獄でも解除確率 498.2分の1や。甘いで。やっぱ調子こいてんなこの男。でヒットしたのはやっぱモーニングモードっすか。確かにモーニングやけども狙いは5や。 5? で3月19日設定5は6投入のイベントに出かけアウトロー。よし、僕は前日からの地獄残りはまず回避で、あった、前日レグ5のノーマルモードを抑えつつの上げ狙いっす。レグ5はノーマルモード以上がほぼ確定。あら、ところで師匠はガンダム。また200番くらいに並んで整理券抽選で40番引いてもうたんで、つい。まあアウトローは5に十分面白みがあるんやしな。だから何の5なんすか。してガンダムは集中入るも6ではなくプラ4000でやめ11時50分。さあ、こ、こ、こ。さささささ。師匠、アウトローは人気ないんで走んなくても空いてるっすよ。しゃあ。しかも前代予想通りの半端な稼働。おっと、この台ボーナスゼロで朝からハマりということはモーニングなしで据え置きほぼ確定や。バイだ。次は朝一32ゲームのレグ後飲まれて放置台発見。しかも前日地獄っぽいハマりでやめ、大ハマりの地獄滞在時はレグ当選がないことを考えたら
この台設定変更でモーニングモードになってる可能性濃厚なり。おお、そうか。アウトローって意外と稼働後にモードや設定を判別する要素あるんすね。ターン。モーニングモードはビッグ当選まで続きます。したら当然普通以上のスピードでキューン。ビッグまでたどり着きの？ビッグ中の早打ちミニゲームに挑んだらキューンキューンキューン。またしてもモーニング1000円キックで天国突入。うおー、ミニゲームパーフェクトで天国確定のボブサップの娘ボームス出てるっす。ボームスではなくバイオメサイあたりのコスプレです。パーフェクト出すコツあるんすか？フセインがフセインごブッシュズゴの比率でどっちも嫌い。はい。フセインがフセインがごブッシュががごフセインがフセインがごブッシュがが。そうこうしているうちに俺の台は設定3の挙動を示し、隣の兄ちゃんの台が300ゲーム超えのハマりが1回しかなく、ほぼ6確定で迎えた6時。天井ないし、やめや。え、6に天井無用やん。設定6は地獄モードでも 275.1/2。ここ。いた！滝！マス！タシーン！とにかくこれは地蔵に備えられた餅をかっぱらう感じ。ネズミ小僧 VS クーリー地蔵。なんすかそりゃ。ストックです。くる？ボガーン。投資4000円で19個もあったかな、ビッグ。自力もあったと思うけど。シュタ。ご用だご用だ。おまけに天国中にビッグのストック切れて天国レグ13連。た。けどだ。やりすぎやりすぎ。19回目のビッグ中、天国画面出現。7860枚ダッシュ。2台で9688枚。で。今月アウトローの戦績はどうだったんすか？5勝6敗で負け越しもプラ115,200円。バスター！ひ、結局そういうスターかよ。また一発のマネーでプラっている。三吉、あんたもチャンネル登録しーやー。